ファーザーはこう言っていた。仕事を片付けたらウィンターブルームまで来いと。詳細を告げず場所だけ指示。いつものやり方だ。町外れに蛇の根城があったはず。きっとそこね。仕事を把握し、ファーザーの隙を探らなきゃ。そしてファーザーを殺す。ファーザーはいない。おいおい、来たぜ。こりゃマジで美人だ。ん？姉ちゃん、俺らと遊ぼうぜ。うせな、ガキの相手してる暇はない。よく見ろ、こっちは男三人だぜ。あんたを好きにしていいって言われててさ。おとなしくしな、アバズレ。かわいい声で泣かしてやるよ。うん、うざったい。眠ってもらおうか。おねんねしな。おねんねしな。おねんねしな。見事だ、娘よ。ファーザー、生かさず殺さず、相手の動きだけを損。寸分狂わぬ技術がなきゃできねえ芸当だ。どうも。ガキってのは素直だな。小銭を渡しゃ言うことを聞く。美女が来るから好きにしていいってな。今頃お前を抱く夢を見てるだろうさ。怒んなよ、ソロ。からかっただけだろ。いい加減にして。仕事のために悪ふざけに付き合わされる。そのおかげで腕が上がっただろ、黒蛇のエースさん。例の仕事は片付けてきたようだあれもからかったっていうの。こう騙して殺し合わせてか。だから言っただろう、ソローネ。お前がふさわしいんだ、後継者にな。今回の仕事が終わったらその座を渡す。そんなものいらない。
私はあんたを殺すために来たんだ。隙はある、必ず。さて、そろそろ仕事するか。詳しい話は現地でする。準備ができたら来い。場所は町の東だ。わかった。さすがだ、背後にも隙がない。でも必ずファーザーをやるチャンスはある。敵を仕留める瞬間、どんな手だれでもその時は他に注意を払えない。敵を仕留める隙を狙い、ファーザーを殺す。で、仕事の内容は？雪うさぎ。この町を根城にする盗賊団だ。黒蛇と仲良くやってきたが、最近縄張りを荒らしやがった。裏切り者には死、ね、そういうことだ。入り口に見張りが一人、他の護衛はいない。アジトの中にいるボスが標的だ。ソロ、お前が行け。俺は援護に回る。援護？二人で仕事をすることは何度もあったの。ファーザーが標的を仕留める役割だった。なぜなら彼がやるのが最も確実だから。何を考えてる？まさか私の考えを。腑に落ちないって顔だな、ソロン。見せてもらうだけさ、後継者の力量。予定が狂った。仕事を進めて気を伺うしかない。わかった。初めての仕事を覚えてるか、ソロン。何？急に。もう慣れたのか、血の匂いは。行ってくる。おねんねしな。殺した方が確実だ。死体は追ってこないから。でも無駄な殺しはしない。気分が悪いから。いつからだ、いつから殺しをためらうようになった。頼む、助けてくれ。さあ、やってみろ。できないよ。ウブだな、ソロ。
だが同情ならいらん。そいつはクズだ。さあソローネ、お前もやればわかる。血の匂いがな、癖になるんだ。そのうちパンにだって塗りたくなる。それなら火いちごの方がいい。そうか。人ってのは皆生まれ持った才能がある。神から与えられた仕事、天命ってやつさ。お前の天命はない。そう、生きたいなら殺せ。どうだ、初めての気分は。血の匂い、気持ち悪い。あれからファーさんが教えるままに殺しを覚えた。奪った命の数ももう覚えていない。この手にも血の匂いが染みついている。でもあと少しで。ねえ、あんた、助けて。私、売り飛ばされちまう。噂を聞いたんだ。雪うさぎが女をさらい売り買いしてるって。ねえ、お願い、私を助けて。お願い、助けて。助けてやる。でも仕事の後に。待ってな。あんた、いい人だね。さて、行くか。相手になろう。行くよ。いざ。はっ。さて、炎よ燃えろ。よっしゃ、炎よ燃えろ。行くぞ。これでどうだ。まだまだだな。
ここでよ。こちらの番だな。使わせてもらう。掃除する。やっ、くらいな。思考開始。三日月を貫け。行くぜ。炎燃えろ。さて、氷を切り裂け。終わり。不勉強な。行くよ。そこ。聖火の光を輝くため。ここからだ。いや、悪いな光。チン。よっしゃ。炎よ燃えろ。おととい来な。貴様何者だ？どうも、掃除屋です。その入れ墨、黒蛇か。縄張りの件か。手間を取らせたな。黒蛇とは長い仲だが、雪うさぎは気まぐれでな。蛇は老いた。かつての力はない。小娘を送り込んでくるのがその証ではないか。ごちゃごちゃと。試してみない、小娘かどうかさ。そうさせてもらおう。俺は貴様らを見限った。より強い奴と組む。蛇の死期は近い。掃除屋です。あっ、見せろ。行くぞ。これでどうだ。コウモリ、トラブルはごめんだぞ。行くよ。かかってきな。
行開始。ゼーガの光は輝く。いざ。使わせてもらう。聖火の光が輝くため。さすが先生。行くぞ。はあ、よっしゃ。どれよ。こっからだ。炎が燃えろ。出番。バイバイ。闇に落ちな。プランを考えねば。ゼーガの光が輝くため。いざ。炎のために。これでどうだ。さて、光よ、行くぞ。使うぞ。行くぜ。はっ。炎よ、燃えろ。行くよ。やってやるよ。そこくらいな。さあ、ソロ。任された、ソロ。はあ、こっからだ。叱っとくぜ。こちらの番だな。この…熱弾。さて、愛を求めよう。炎が燃えろ。掃除する。行くぜ。やめんなよ。炎が燃えろ。ここからだ。ふっ。プランを考えれば。傷を癒して。感謝する、オズワルド。さあ、足止めさせてもらう。よっしゃ。どれよ。
だ。行くぞ。思考開始。光よ、プラン通りだ。オズワルド、任せて。使わせてもらう。行くよ。フクロウ。行くぜ。トラブルはごめんだぞ。覚悟するがいい。オズワルド、足止めさせてもらう。ここからだ。はあ、かかってきな。はいよ。開始。炎よ、燃えろ。行くぞ。はっ、とどめだ。世辞はいい、剣が錆びる。はい、終わり。命だけは勘弁しろ。何でもする、頼む。靴を舐めればいいか。頼む、その靴を俺に舐めさせてくれ。哀れだね、あんた。悪いけど仕事だから。どんな手だれも敵を仕留めるときは隙がある。だったな、ソロン。ファーザー、安心しな。急所は外した。死にゃ死ねえ。教えを律儀に守るとは可愛い子だぜ。だが甘いな。それじゃあ俺はやれない。気づいてたの、私の目的に。なんたってお前の父だからな。何でもお見通しさ。今のも俺が手加減しなきゃ死んでたぞ。助け。行儀の悪いウサギだ。そのおねえよ、何が気に入らない？ん？誰より大事に育てたつもりだったがな。私はもう疲れた、この生き方に。だから盗賊団を向ける。そのためにファーザー、あなたを殺す。そうか。嬉しいぜ、ソローネ。やっぱ俺の娘だ。
覚悟ができたらモンテワイズまで来い。待っとるぞ。そこで全てを終わらせよう。ファーザー、動けなかった。遅かったか。はじめからファーザーに好きなんてなかった。正面から向き合って彼を倒せるのか。やるしかない。モンテワイズ、彼はそこにいる。行かなきゃ。自由を盗むために。マザーが人を集めるときはオアーズラッシュのバグ屋へ行く。なぜかは知らないが、蛇の間では有名な話だ。他に手がかりはない。さて、バグ屋はどこかね。あっちか。毎度あり。品物は用意しておきます。どうか酒場でお待ちを。何をお探しで？布製、牛革製、
鎖付きのものと豊富に揃えてますよ。欲しいのはバグじゃないの？ここはバグ屋ですが。さっきの男は何を買った？馬を連れてなかったけど。お客さん、なかなか鋭いですね。ですが、さっきのお客さんは馬をお連れでしたよ。馬を見ないことにはバグは仕立てられませんから。馬？またのお越しをお待ちしています。やっぱりただのバグ屋じゃない。馬というのは取引に必要な何かに違いない。だとしたら、さっきの客が持っているという馬いただくとしよう。おや、お客さん、さっきの。ひひーん。馬を連れてきたよ。確かに馬だ。これでようやくあんたを客として扱える。遠回りをさせてくれたね。客を選ぶ商売でね。で、何を探してる？黒蛇盗賊団のマザー。マザーは乗客だ。頼まれても売れねえな。あ、そう。私も頼む気なんてないよ。マザーは俺を介してある男に会ってる。人買いだ。人身売買の元締めでな。今は町の廃炉で商売してる。ふん、廃炉でね。言ったって簡単には会えねえ。合言葉がなきゃな。合言葉は、左手の杯を飲み干す。よく覚えておくんだな。ありがとう。覚悟しときな。奴とはただじゃ話せない。命の一つや二つは、支払わなきゃならんぞ。へえ、安いんだね。まだついてきてる。町に着いてからずっと私をつけてる。うざったいな。
やれやれ、素人か。誰だ、なぜ私をつける。顔を見せてもらうよ。遊びは終わりだよ、僕。その顔。見間違い？いや、まあいい。さっさと人買いに会いに行くか。手に頭を掲げ、左手の杯を飲み干す。通れ。では黒からだ。杯を取れ。よし、お前の番だ。シロ、早くしろ。次連れてこい。次賭けなんかやってる。お前からだ、杯を取れ。やだ。今日ざめさせてくれるぞ、売れ残りが。白か黒かわからない。だから面白いんだろう。はあ、初めての客だな。あんただね、人かいって。名の通り、人を仕入れて売るのが仕事だ。で、どんな人を買いに来た、お嬢さん。黒蛇盗賊団のマザー。やばい客が来たもんだ。ヤクビかな。いるの？いないの？あいにくだ。マザーは出て行ったぜ。行き先は教えられん。見返りがなければ。なかなか素敵な匂いだ。岸辺の花っていうの。お気に召した？気に入ったのは、香水の奥にある汗の匂いだ。
どんな手だれでも自らの匂いだけはごまかせない。人は死を前にし恐怖すると酸っぱく匂う汗をかくのさ。だがお前の汗は甘ったるい。冷静な証拠だ。面白い話で、どうすんの？マザーの行き先を教えてやる。俺に勝てればな。へえ、いいね、わかりやすくて。と待て、俺は喧嘩が強くない。勝敗を決めるのはこれだ。死の宴。見てただろう。どうだ、怖いか？別に、付き合ってあげるよ。六つの杯の中に一つだけ毒杯がある。交互に飲み交わし、毒杯を飲んだ方が負けだ。他にルールは？逃げたら殺す。シンプルでいいだろう。負け知らずの人かいだ。あの女、勝ち目はねえぞ。俺からだな。それじゃお先に。残念。ハズレらしい。さあ、あんたの番だぜ、お嬢さん。猛毒だ。飲めば必ず死に至る。だが、すぐには死ねない。時間をかけ、激痛に蝕まれるのさ。へえ、いいね、それ。あんたが死ぬ前に、行き先を聞けるわけか。強がるなよ。残念、外れみたい。でも、おいしいお酒、もう一杯いただくよ。おいしい。なんて女だ。2杯続けて飲むなんて初めて見たぜ。1杯ずつ飲むってルールはないでしょ。蛇の女か。実はな、俺も蛇だ。へえ、先輩？俺はここで死にゆく者たちの匂いを嗅いできた。あんたの匂いも嗅いでやるよ、お嬢さん。さあ、残りは2つだ。どうする？別に死ぬのは怖くない。ここで死ぬなら、ああ、そうかって思うだけ。怖いのは、ただ欲しいものを諦めること。
何だってかける。欲しいもののためなら、ね、ごちそうさま。俺は毒のわずかな匂いも嗅ぎ分けられる。毒灰を裂く、相手に取らせる。それが俺のやり方だった。だったら勝つこともできたでしょ。お前を試したくなったな。好奇心だけど、俺の負けだ。飲みやがった。最後の毒杯を。約束通り、マザーの行き先を教えてやる。マザーのアジトはウェルグローブにある。マザーズガーデン。表向きは孤児院だ。地元の修道院に支援されてる。そこで蛇の卵となるガキを育ててます。修道士にでもなれば潜り込めるだろう。邪魔したね。蛇たちの争いはずっと繰り返されてる。俺も黒蛇を抜け損なった。先代に敗れてる。先代、あいつもいい女だ。あんたの欲しいものとやらが手に入ることを願ってるぜ。ドン。君、さっきの。その顔。ソローネ、行こうぜ。マザーのお仕置きだ。うん、ビルド。ピルロにそっくり。小さい頃、君と初めて会った気がしない。僕もお姉さんが大事な人な気がしたの。だから追いかけてきたの。もしかして君の父親はピルロって人じゃない？お父さんが誰だか知らないんだ。私もだ。似てるかもね、私たち。バイバイ。